な。え？お前のパフォーマンスが悪いから、全員でチームで前から守備に行きましょうって言ってる中で、そのコンセプトを持った中で、お前だけが前に行かない。みんなは連動してるのにお前だけ行かない。プレスに行かない。だからそこで跳ねれない。だからお前交代でしょ。なのに何？下打ち。え？納得いかないから下打ち。一丁前に。かっこいいね。プロサッカー選手かお前は。はい。一流のプロサッカー選手で、ね、憧れて、下打ちかなんかしてるか知らねえけど、何様だっつーのお前はよ。もっと練習してもっとうまくやって努力してやれや。違うかいな。はい、もしもし、お疲れ様です。はい、あ、いえいえ、とてもです。はい、全然大丈夫です。はい、ごめんなさい。僕こそちょっとご連絡遅れて。すいません、申し訳ないです。はい。はい、はい、そうですね。ちょっと今、グラウンド状況がなんとも言えない状況でして、そうですね。なんとも言えないので、多分、あさって、今週中には、ご連絡折り返しできるかなというふうに思います。はい、すいません、そんな感じで、はい、お願いいたします。はい、すいません、いえ、とんでもないです。はい、すいません、失礼いたします。な、違うかいな。何？じゃあ、守備のコンセプト言ってよ。はい。言ったよね、試合前にミーティング。聞いてないか、そのまま。勘違いすんなって、お前。ちょっとトレセン入ってるか知らねえけど。え？トレセン入って上手い選手は守備しなくていい。バカか、お前。な、頭冷やせよ、お前。全くレギュラーでもなんでもねえぞ、お前。頑張んねえぞ。どんだけでも上に上がってくるからな、1、2年生も。アホだらかだ、お前。